4時です。4時です。アンジーが元気に帰ってきました。ちゃんとね、最後の最後で59秒じゃない、ギリギリでね、分までだったから ね、お別れね、ちょっと。できましたよ、ね。うん、でもまあできてよかったですけど、はい、長い時間いてくれました。また来年ということでね。ね、そうですね。はい。はい、金曜ワイドラジオ東京縁側でございますが、うん、お相手は、玉心筋太郎ですよ。はい、そうですね。うん、それでは玉さん、はい、この時間のコーナータイトルをお願いできますか。ラジオ東京リメイク2024年令和6年12月スターの休日に密着。自宅からひょいと出てきましたのは玉袋筋太郎氏であります。見てくださいませ、あの緩みに緩んだエビス顔。お孫さんとビデオ通話でもしていたに違いありません。とまあこうして休日のスターをわざわざカメラで追いかけるのも昭和あるあるだったのでした。なるほど、昭和あるあるね、玉さんの本。そうなんですよ、はい、はい、好評発売中でございます。そうですね、美しく枯れるとともにね、はい、よろしくお願いします。だけどね、この12月にお孫さんとビデオ通話してないし、うん、会えてもねえんだよね。え、まだそっか、だから6日だからまだ、うん、ね、だから、うん、会えると思って、会えると思って頑張るんですね。そうですね、会えない時間が愛を育てるということで ね、 いいですね、はい、よろしく愛しゅっていいね。でもそうやってさ、このために頑張ろうって思えることがタマさんあるっていうのはそうよ、素晴らしいことじゃないですか。そうでしょ、うん、でタマサンタも現れるかもしれない。そうだね、ね、お米サンタどこじゃないですよ、タマ、ね、サンタなんですよ。縁側のスタッフのみんなにもね、玉さんとかもしかしたらねそれはちょっとね、なかなかみんなほらもうすごいですよ、なんか拍手喝采でもうウェーブだってさ、すごいよ玉さんと、楽しみだね、今年いい子にしてたからねみんなねちょっと待ってよ、本当大変だよこれ、連絡しとくよ玉さんとに、うん、玉さんとに連絡しとく、嬉しい。最近ねどうも着信拒否してるらしいんだ俺からの電話をそうもうね、いや、もう今年からはもうないかもしれません。精いっぱいでね、もうね、はい、お孫ちゃんのためにということで頑張ります、はい。4時からはね、 TBS ラジオの歴史に残る音源をお聞かせし、リメイクできるものはやってみるラジオ東京リメイクですが、うん、今週2ヶ月に一度の総集編です。10月11月の放送内容をじっくり振り返ってみます。10月11日ラジオスケッチ、1967年1月31日放送のものでした、うん、第一次佐藤内閣が政治不信を理由に解散、うん、黒い霧疑惑の中行われた総選挙の結果を受けた特集でしたね、はいはい、昭和の政治家たくさん登場しました。そうなんだ、中でも自身の選挙区である埼玉県深谷に急行を停車させるよう国鉄に指示したとされる荒船清十郎さんのね、怒号っぷりすごかったです。いやだけど全くさ、時代が変わってもさ、うん、この政治家のなんていうのか、うん、気質体質とは変わんないんだなっていうのが分かりましたね、これ。だからもうずっとそのままの言い方の方もいらっしゃるしね。そうなんだよ、世の中変わったからちょっとね、上からとかね、そうそうそう、うん、当選したからもうチャラだろうとかね、ああいう人がいるんだなっていうのをちょっと感じましたね。そう、もうあのハガキもいただいておりまして、うん、この方お名前ないですけど、昔録音した声がそのまま聞けるのはいいことだと思います、うん、傲慢な態度をあらわにする政治家、聞いているだけでも怒りが湧きます、うん、しかしおごる平家は久しからず、うん、と言ってもそんなおごるやつらが政治家として生き残ってしまうのは何とも悔しいものです、ね、はい、とかね、そうじゃない人もいるかもしれませんよ、中にはね、ね、そうです、中にはいる、うん、変わってきたと思いますけどね、うん、でもな、そうですね、はい、東京都、そういうふうに思わせちゃうのはね、ダメだね、東京都東村山市の島田千秋さん、物心がついた頃には佐藤内閣で黒い霧が流行語だったことも覚えております、うん、荒船議員の武勇伝については埼玉出身の実の父も話しておりましたが、そうなんだ、総理ともども声の記憶はないので興味が多い音源です。うん、政治を志す方には人並み以上に見識を磨き、うん、例えば気に障る発言に対してはそれを包み込むように返すウィットを備えてほしいと望みます。なるほどね、うんうん、でちなみにね、うん、そう、この時あの増井論平さんが出て
一緒にね、はいはい、言ったんだけど、土曜ワイドで存じ上げるより3年余り前の論平さんの声が若々しく響きますなんて書いてありますけど、ありがとうございます、ね。で10月18日ですが、羽生さん太郎さんがね、玉さんの代打で来たんだよ。で玉さんお休みかなと思ってたら、でも玉さんは中継のコーナーに出てくれたって、東京午後5時の方、ね、ベトナムから生中継で、あれはもうびっくりしましたね。出演させてもらいましたよ。未だにあれを、上回る今年びっくりがないですもん。本当ですか。ない今年1、もっとびっくりさせような、じゃあみんなでな、富山さんを、うん、いやじゃあびっくり病だからわっとか言うのやめて。びっくり病だってあんだ、本当にびっくり病だから。わかったわかった、ね。これはだから本当俺もね、向こうで聞いてて面白かったよね、やっぱ、でマムシさんがね、いたんだけどね。そうマムシプロ祭りだったんだね。そうでマムシさんのさ、本当は音源をお聞かせするつもりだったんですけど、ずっとマムシさんが喋ってるからかけられなかったっていう回でした。そうそうそう、はい、あそうそう、音源ね、それでその後流したもんね、うん、前に流したものだったから、そう、皆さん聞いてたものですからね、うん。で、10月25日はミュージックプレゼントマムシさんでしたので、リメイクお休み、うん。で、11月1日ですが、今年9月に亡くなったピーコさんのね、TBS ラジオのアーカイブに残るスタッフがもう、ものを、スタッフ厳選しまして。面白かったな、昔のね、あの二人のね、おすぎとピーコのマシンガントーク。そう。本当あれは1984年1月9日のね、一口ゼミナールでしたね、インタビュー形式の番組、すごかったよ。そう、映画ステインアライブをこき下ろしてたっていう、こき下ろすよあれ。あれぐらいね、こき下ろされたらね、スタローンもトラボルタもね、報われますよ。そうですかね、はい。あとはあの2021年1月22日の金曜玉結びのね、音源聞いていただきました。んで、これもね、東村山市の島田千秋さんなんだけど、はい、ピーコさんを存じ上げたのは3代目土曜ワイドで4時台半ばにあったおすぎとピーコの週末情報においてです。A さん三国さんの時代よりも中継がおとなしくなった分を補おうとするかのごとく刺激の強い語りで和芸の新しい様式を知らされました、はいはい。直前がマムシセンター4時だったので、マムシセンター4時、うん、NHK との違いが際立つ時間でした。紹介された朝のファンファーレでは土曜ワイドに準じて演じていただき、懐かしく伺いましたなんていうの手紙もいただいてます。どうも、はい、ああもうこのピーコさん思い出しますねっていうね、うん、はがき、あ名前がないけど A 六輔さんの番組から聞いているリスナーって言ってね、括弧で書いてくださってますけどね、ピーコさんのこととても悲しいですって、うん、ねえ、さまざまなトーク A さんとエリちゃんとしてましたねって、知的でおしゃれで、いつだったかノアの洪水の箱舟の寸法までご存知でした、はい、あすごい ねえ、そういうことをね書いた、はい、ありがとうございます、本当にね、おはがきね、はい、そういうことでした。11月1日ね、で8日ですよね、8日、こっからねちょっとねラジオの番組で続くんだよ、このお料理をね特集するっていう珍しい番組だったんだな、ね、11月8日が1967年6月1日放送のおかずのヒント、うん、月曜日から土曜日のね朝10時半そうなんだ、10分の料理番組でした。10分の料理番組なんだけど、前半のあの魚屋さんに行ってね、そうそうそう、あの仕入れでね、相場、お魚の相場をさバーって喋ってた、長かったよねそこが、そうすごい喋ってた、うん、それでまあ後半っていうかもう3分の1ぐらいでね、あの駆け足でこうイカの中華風炒めの作り方紹介してた別にそこのスタジオで作ってるわけでもないんだけど、そう、うん、そうですよ、イメージ膨らましましたね、本当でしたね、イカの中華風炒めね、うん、でその次の週15日11月のね1967年3月13日放送の食べ物百科でした、これもよかった、ね、これ食品に関する面白い話をコント風に紹介した後におすすめ調理法を伝授、これ関啓六さんでコメディアンの、うん、と女優の横山道乃さんのゆるい掛け合いゆるかったねあとは生活評論家の吉澤久子さんによるニシンの煮物の作り方などね、はい、そういうことをの方ね、音源を聞いてもらって、で鳥の市やったでしょ、そう22日が鳥の市特集、あ、ね、玉さんもね今玉チャンネルでね、どういう様子で今年のね、そう、はい、買いに行った様子、面白かったね、サンゴ鳥の様子ありますんで見てください、はい、うん、これ1955年、1957年、1962年の鳥の市の様子をねニュースの素材から聞いていただきました、はい、面白かったこれも、うん、ね、変わらない部分もあるもんね、うん、うん、そうでしたね、でもほらもう
今ないじゃん、儲かって儲かってしょうがないっていうね、信じられなかったですけどね。で今回の総集編、その2週にわたってお届けしたグルメお料理番組を再びピックアップします。まずはスタッフもタマさんもね笑ってましたけど、おかずのヒントの音源から後半の調理風景もう一度聞いてみます。どうぞ。そういうことね、はい、で炒める時のコツというのは、そしてね、炒める時ね、はい、それから付け合わせにきゅうりと玉ねぎ安いから使いましょう。イカと一緒に炒めるわけですか？そうです、はい、順次炒めますがね、それでキュウリの方はね、乱切りにしてもいいや、乱切りにしてね、これちょっと塩を振って、はい、塩水気を取っておきたい、はい、でまず鍋にね、何にも油も入れないうちにキュウリだけ入れてさーっとこう煎るようにするんです、はい、水が出ますから。そしたらこれはキュウリを一応器に開けちゃって、水をもう捨てちゃって、それから改めて鍋に油を入れて、それで玉ねぎはバラバラになるように切ってくださってね、玉ねぎを入れ、それから生姜のみじんを入れ、それからニンニクなんか入れたいなら潰しまして入れますこれね、そしてそれからイカをこう入れて、イカはねあまり炒めきらないうちにちょっとこうスープ入れた方がいいね。あ、それがコツですね。それがコツね、はい、そしてお味は砂糖塩でやりたいな、それから胡椒、はい、じゃあ付け合わせにね、はい、中華風の、スープをやったらいいでしょう ね。はい、お話は銀座クッキングスクールの清水圭一さん。今日の TBS 協力店は狛江ショッピングセンターの魚館さんでした。それでは今日のおかずのヒントを終わります。だんだんこの後半にね、行くにつれて BGM が焦らす。焦る、あれ。なんだ、運動会の時の、かけっこの時の BGM だよね、あれ。本当ですよね。急がなきゃっていう感じでさ、ね、もうあっという間にまとめて出したみたいな感じだった。最終的になんか乱切りにしてもいいや、みたいなね。うん、どういうこと？だったらとかさ、なんなんだよ、それ。奈良だって。料理番組で奈良ってある？うん、本当ですよね。面白すぎる。ね。これね、別の回も実は見つけたんですって。聞きたいじゃないですか、おかずのヒント、うん、ただちょっとね音声がね良くなかったということでお届けできなかった。古いんだ、だって57年前ですから ね。これまた見つかるといいね、このおかずのヒントね、うん、やっぱり駆け足なの面白いもの最後。いいよ。で今回ねリメイクしますよ、うん、関啓六さんと横山道乃さんの掛け合いが味わい深かったですね、うん、食べ物百科、これ不思議、うん、ちょっとどんな掛け合いだったかちょっとだけ聞きましょう、はい、食べ物百科、今日はニシンのお話。春のお魚といえば何と言ったってニシンだわね。昔から北海道では春告げ魚っていうくらい、春とニシンは付き物よ。ソーラン節にもあるとおり、どうして春になってくるの？卵を産むために群れを作ってどーっと海岸に押し寄せてくるんですもの、ね、この頃のニシンがまた太ってて脂も乗ってて、まあ、誰かさんみたいにぽってりしててほっぺたまっこちゃんがどいしいのよ。なんでそれ俺のこと言ってるみたいで、ね、いいえとんでもありません。なんでね、卵を産むのに海岸に来るのでしょ、うん、ね、海岸の近くの海藻の多いところに卵を産むんですって。もうそれも不思議なことに本当にたくさん一度に押し寄せるのよ。もう海が盛り上がるようにドーッと、ニシンのラッシュアワーってとこだね。ほっていくらでも取れるね。取れた取れた。どれぐらい取れた？ニシンが最高に取れたのは明治30年。この年は130万石取れたんですって。130万石っていうの分かる？分からない。分かんないでしょ。一国は約200貫、まあ、ざっと750キログラムね。でその130万倍計算できるかみたいな。まあいいわよ、どうせできないんだからやったらます。大雑把に言って9億7500万キロ。9億7500万キロ。そうよ、一国でニシンがだいたい3000匹ですからね。その130万倍で約39億匹。いい？日本の人口1億としてね、
全部の人が1人39匹食べられるという量ですね。ああ、ちょっと待って。そっと二神が一神ずん。なんでんの？そっと朝昼晩と1匹ずつおかずにしても約2週間は食べられるってわけだね。まあその計算だけはできたわね、うん、そうよ、1億の人全部がね。うわー、すごいもんだな。ところがその明治30年をピークに、あれよあれよとニシンが少なくなっちまって、今やすっかり数が少なくなっちゃったの。昔栄えた漁村もすっかり寂れたっていうから、まあ寂しいことですね。あー、そうかな。ニシンを呼んでもダメかな。はーはー、ニシンかい、こっちの水は甘いぞ。幸せな人。こういった番組ですね。ええ、で勉強になりますよ。なりますよ。なるよ。面白くて。あれね、だからな、一人さ何匹っていうの分かりやすいよね。あ、しかし大きな数字がいっぱい出てきたけど。天文学的な数字が出てきたよね。ね、うん、あ、面白いよ。ね、出せんの俺たちもそんな数字。数字はどうなのか分からないけど。まあ、やりましょうよ。はい。食べ物百科ね。そうですね。では、タマさんと私でね。うん、令和に復活させようじゃありませんか、はい、いいよ。タマさんもうよろしいですか、やる気元気。はい、いわきよろしいですね、はい、では参りましょう。食べ物百科、今日は今が旬のタラのお話。ねえねえタマちゃん、冬のお魚といえば何と言ってもタラよね、うん、そうだね、エリちゃん。タマちゃん知ってる？漢字だと魚に雪と書いてタラって読むのよ。初雪が降る頃に取れるからこの漢字なんだって。へえー、そうなんだ。じゃあなんでタラはタラっていうの？タラないの？例によっていろんな説があるんだけど、表面の模様がまだらだからタラ、あるいは切り身が真っ白で血が足らないからタラなんて言われているのよ。そうなの？じゃあタラ貧血なんだな。じゃあ僕の大好きなのタラコが赤いのは体の血が全部そっち行ってるから。そういうことじゃないわよ。それにね、たまっちゃん、タラはタラでも切り身で売っているのはマダラという種類で、タラコのお母さんはスケソウダラという種類なの。いい、知らなかったな。じゃあそのスケソウダラの実は食べないで捨てちゃうの？僕にちょうだいよ。まさか捨てやしないわよ。いい？スケソウダラの実はフィレオフィッシュに使われているのよ、すべて。すべて？言い過ぎだよエリちゃん。それにしてもスケソウダラ、僕もそろそろお腹がスケそうだな。タラフク食べたいってところね。昔々、宮城県の気仙沼に大きなお屋敷がありました。そこに住む娘とどこからかやってきた若い男が恋仲になるも、その男の正体は巨大なタラの化け物だったのです。村人が何とか退治しましたが、その大きいこと大きいこと、荷物を乗せた馬5頭分はあったことから、その土地は五段タラと呼ばれるようになりました。ということでね、本家食べ物百科の後半は吉澤久子さんがおすすめ調理法を紹介してくれました、うん、はい、令和の食べ物百科は玉袋先生に教えていただきます。そうですね、タラね、今もうスーパーでさ、うん、切り身で売ってるし、うん、で最近あの骨取りのタラとかある、ああいうのね食べたら子供とかお年寄りあんま心配ないからね、うん、でまあ切り身、まあ、ほとんど切り身で売ってっから、うん、鍋だ、鍋にね、タラね、うん、適当な、うん、鍋にさ、うん、まあ水とお酒と、うん、昆布、うん、昆布ちょっともう水の時からつけとくんだよな、うん、そうするとさ、だんだんこうぬるぬるぬるってなってきて、うん、そっから火にかけて、うん、調理すればいいね、うん、まあなんだろうな、タラの切り身以外にもまあ白菜、春菊、うん、えのき、うん、まあ好きだったら春雨がいいんじゃないかな。いいですね。それ昨日なんか俺が食べた、うん、タラチリだったんだけど、うん、それだから昨日食べたんだね、うん、でタラチリでちょっとパンチが足りねえなっつったら、その鍋の中に鷹の爪をこう刻んだのがね、ちょっとこうあると、自分で、そうするとちょっとね、
タラのエッジが効くというかね、身が崩れちゃうんだけど、そういったこともいいかもしれないね。でポン酢で食べるんだけど、まあもみじおろしもあっていいんじゃないかな、薬味のネギもたくさん細かく刻んでね、あ万能ネギがいいな、万能ネギでいいよ、あれをね、なんつったって名前は万能つうぐらいだからさ、それでいいと思う、そんな感じでタラチリは完成。玉袋先生、さすがですね、昨日召し上がったんですか。昨日召し上がったんですね。そうですか。それでは鷹の爪もちゃんと、鷹の爪も入れました。はい、昆布で出汁引いてね、はい、それでいただきました。お酒もたっぷり入れて、お酒結構たっぷり入れましたね。でもうぐつぐつ沸く前からちょっと、はい、レンゲですくったりして、あ熱燗だなんて、これ昆布出汁が効いた日本酒だなんつってね、やってましたよ、一人で。はい。私も昨日はね、おでんのつゆで割って、はいはい、焼酎をね。ああ、おでん割り。そう、おでん割り。だし割りしたの。ええー、そうですか。はい。いや。玉袋先生、ちゃんと鷹の爪入れてるんだと思ってね。浮かすとくとね、ちょっとこう、見栄も良くなるしね。あ、そうですか。ちょっとエッジが効くんですよ、食べ物にも。だから何でもいいですよ、それは。鍋の時にちょっとこう、鷹の爪入れておくと。キッってなりますから。やるんですね、タラ。タラのね、はい、チリ。タラチリ、ね、好きですね。ちょっとフグだとちょっと高いので、うんうん、はい、あと鮭もね、うん、やるんですけど、あれ味噌仕立てが俺あんまり好き、先生あんま好きじゃないみたいでね、うんうん、玉袋先生は味噌よりも、はい、はい、やっぱもう、あっさりとした感じでポン酢で平らげるっていうのは好きですね。そういうことですね。はい、どっから玉袋先生というデタラメな、タラだけにデタラメな料理教室でした。でもそんな感じでやってたのかな、ちょっとこんな感じだろう、ね、そりゃ、うん、そうだよ、うん、いや面白かった。そう、先生がちゃんとした人、あだけど、タラ入れる時ね、一回ね、熱を一回かけてあげて、そうしないとちょっと生臭みが残ったりするから、ちゃんとそんなこともできるんですか。知ってます、ザルの上に乗っけてね、ダッとかけてからちょっとやると、はい、すごいかもしれませんね。全部やったんですか。やりますよ。さっき一人でって言っちゃってね、あ言っちゃったって思ったんだけど、もうちょっとこう、まあ私の場合、普段まあ皆さん入れないかもしれないけど、ニラもねちょっとこう、入れて食べると美味しいかもしれないですね。いいじゃないですか、はい、ちゃんとねお野菜も食べて、食べてんですね、偉いですね。片付けも自分でやるんですね。それはそうですね、誰がやってくるんですか。一人ですよね。一人ですよ、そうですね、 IH ですね。それで IH の、はい、IH ね、 IH でやってます、はいはい、それはいいですね、安全、そうです、夕方4時ぐらいからですね、昨日、はい、始めたのは。そうですか。でもう9時には寝ました、昨日、はい、で今早寝です。早寝早起き、いいことです、はい。忙しかったからね、先週。そうなんです。どうですかね、こうリメイク、またやりましょうよ。そうですね、久しぶりだったんじゃない、リメイク。富山先生に料理を教わりたい。富山先生はね、料理ね、本当に できないって言っちゃったけど、しないから。500ワットで2分とかさ。はい、それ得意。はい、最近さ、600ワットって書いてあんのよね、多くない。 あれね、困っちゃうのよ。うち500ワットだからさ。あ、本当、ね、うち両方使える。いける。あ、ちょっと。でもコンビニのレンジみたいにちょっとすごい、もっと早くできんじゃん、あれ1500ワットとかさ。 まあね、あれはないんだけど、ないからそんな、はい、だからちょっとだから600だからさ、多くじゃないとダメね、500だとさ。レンジでチンのご飯も、ね、500で何分、600で何分で、その後の注意事項を教えればいいんですよ。出すときに角が熱いからこういう風に持たないとみたいな。そうそう、あれ熱い、ね、熱いんだ、あれ熱いんだよな。そう、湯気ってね、湯気危ない、湯気危ない。本当に気をつけてみんな。そういうことで、以上ラジオ東京リメイク、今週は2ヶ月に一度の総集編でした。はい、そのせいで、レンジ先生ではここで一曲いきますか。もうビルボードジャパンの2024年総合ソングチャート1位、クリーピーナッツでブリンバンバンボン。やっぱヒットチャート1位だからね、すごいね。これ流行ったもんね。うちのお店でもお客様歌うんですよ。あ、そうなんですか。だって最初早口じゃないですか。いや、ものすごいやっぱ練習してくるんでしょうね、盛り上がっちゃってさ。で、俺にとっては洋楽じゃないですか、これ。洋楽。ねえ、だってそんな、何ブリンバンバンボンより俺はビリーバンバンの方が好きなんだから。あ、いいですね。ビリーバンバンにしてくれって、ね、そうだ、白いブランコ歌っちゃう。この後に俺は必ず入れるようにしてます。いいですね。とビリーバンバン。ええ。はい。
いや本当に素晴らしい。いやこんな早口で歌えないでしょ。早回ししてるわけじゃないでしょこれ。違うよ、ちゃんと言ってんだよ。すごいよ、ね、よく口が回ること、ね、クリーピーナッツでブリンバンバンボンでした。金曜ワイドラジオ東京縁側